ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回は最近質問の多い僕が使っているパソコンのスペックについての動画を作ってみました。はい、というわけでね、今回何をするかなんですが、今回はね、今僕が、動画の撮影や編集で使っている自作パソコン、これをね紹介していこうと思います。それではね、パーツの紹介をしていこうと思います。まず CPU、 これはね、Ryzen の 3950X です。2019年の11月30日に発売された16コア32スレッドの CPU だね。そしてマザーボード、これはね ROG クロスヘア8フォーミュラというものを使っています。 ASUS のマザーボードだね。そこそこいいマザーボードです。はい、そしてグラフィックボード、これはね MSI のゲーミング X トリオ、 GeForce の 2080Ti を使っています。本当は発売当時にねこれを買いたかったんですが、あまりにも高くてね手が出ませんでした。はい、そしてこれがメモリだね。 G スキルのトライデント Z 16GB×4 枚です。Ryzen 用のね AMP プロファイルが設定されていたので、これを選択しました。シティーズ用にねメモリは結構たくさん欲しかったんだよね。はい、そしてこちらが M2SSD です。 GB の銅のヒートシンクがついているものを選びました。僕は全く知識がなかったんでね、視聴者の方におすすめされたものを購入しました。はい、そしてこちらがサムスン製の SSD だね。先ほどの M2SSD がね Windows 10を入れる用の OS 用の C ドライブ、さらに追加でね、2枚の SSD ドライブ、ゲームをインストールする用、そして、撮影した動画ファイルを保存するようにね、別々に SSD を購入しました。はい、そしてこちらが CPU 用のグリース、サーマルライトというところのものを購入しました。そして電源ですね、これはコルセアの 1000W のものを購入しました。そして、こちら、これは CPU クーラーだね。これはね普通の空冷のファンではなくて簡易水冷っていうものになっていて、液体をパイプの中で循環させてこの Ryzen のね CPU を冷却するものになっています。かなり大きいです。ファンが3つついていて、ケースの前面にそれを設置するようになっています。そして最後にケース、フラクタルデザインの Define R6 というシリーズのものを選択しました。最近はねサイドがクリアパネルになっていて、中で光っている電飾がね見えるものが主流になっているようなんですが、僕はあんまりね光るの好きじゃないんで、こちらの真っ黒なケースを選択しました。はい、そしてこちらがマザーボードの箱を開けたところです。これがね CPU を装着したところです。人生でね自作パソコン組むの2回目なんで、かなりピンが折れ曲がったりするのが怖くてね緊張しました。そしてこちらが QPC と新 PC のベンチマークの比較です。こちらがファイナルファンタジー14のベンチ、13000対18000という差が出ました。そしてこちらがシネベンチになります。シネベンチの方は QPC が3400、新 PC が8300ポイントでした。結構差が出たね。この PC に変えてからね、前は結構カクカクで動かなかった20万人規模のシティーズの街とかがねサクサク動くようになりました。これでねさらに市民思いの街づくりをやっていけるような気がします。というわけで珍しくねカメラを使った動画でした。また機会があればね何かカメラ使って紹介動画とか作っていこうかなというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。